皆さん、こんにちは。IFA 独立系金融アドバイザーの西崎と申します。私は普段お金の投資に関して皆さん個人の方にアドバイスを提供する仕事をしています。楽天証券の運動メディア、東シではやってはいけない資産形成、米国株後輩当株の連載をテーマとして担当もしています。今回は皆さんにお金の不安を解消する近道を4つご紹介したいと思います。もし動画を気に入っていただけたら、ぜひチャンネル登録といいねを押していただけると大変嬉しいです。 それでは早速ご紹介したいと思います。今回ご紹介するお金の不安を解消する近道。こちらについては、特に現役資産形成をしている方に向けて将来のお金の不安を解消する、そういった近道になる方法を4つお伝えしたいと思います。ぜひ実行してみてください。それではご紹介させていただきます。まず、お金の不安を解消する近道の1つ目。ぜひですね、ライフプランを作成してみる。 まあ人生一度引きりで,ですけれども、こういった、えー、プランのシミュレーションっていうのは、まあ、何度でもやり直すことができます。エクセルとかですね、使って、えー、自分でやっている方もいらっしゃいますし、まあ、最近はですね、簡単なライフプランであれば、無料でですね、いろんなサイトで作ることもできますので、まず一度ですね、自分のそのライフサイクル、まあ、どのぐらいのお金が今後必要になるのか。 まあ今の収入状況だと、どのぐらいお金が貯まっていくかっていうのをまあ一度見ていただいて、ぜひお金に関して、投資に関してを意識するきっかけ作りにぜひしていただけたらと思います。はい、お金の不安を解消する近道の2つ目。これはです、ね、ぜひ皆さんにお勧めしたいです。早めに資産運用の経験をしておく。できるだけです、ねえー、本当に金額的にはもう、えー、例えば100円でも1000円でも、まあ、自分のできる範囲で問題ないと思います。 少しでも長く投資経験を積むこと、これが将来に大きな差になると思っています。私自身はもう10年以上ですね、相場というのには向き合ってるんですけれども、やっぱりその時その時どういった相場、株の動きであったりとか、為替の動きとか、もしくはどんな商品が出てきたか,とかですよね、まあ、そういったものが大きく変わってきたりとか、制度が変わったりとか、そういったことがいろんなことがありました。 なので、ぜひ早い段階から、えー、運用で資産を増やすというだけではなくて、経験を積んで、まあ、皆さんがです、ねえー、その結果、資、まあ、産業をするかしないかは別にしても、えー、そういったお金の知識、投資の知識を身につけるというものが、すごく、えー、今後、生きてくると思いますので、えー、ぜひです、ねえー、皆さん、無理のない範囲で、えー、まず早めに資産形成を、えー、ぜひ実践していただけたらと思います。はいえー、お金の不安を解消する近道の3つ目。 ライフイベントを考えて、計画的に貯蓄をする。まあ、実際にですね、運用もそうですけれども、まあ、貯蓄、まあ、特にお金、現金を貯めるっていうのは、いきなり貯めるっていうのは、やっぱりなかなか難しいので、毎月、毎年、少しずつ時間をかけて、時間を味方につけることが何よりも有効ですし、大切だと思います。まあ、そのためには、計画的にですね、いきなりお金が増えると。 いうことはまずありませんので、自分の収入状況や家計の状況、年齢も考えて、どういう時にですね大きな支出があるのか、もしくはどういうふうな収入を増やすきっかけがあるのかとか、まあ、今は副業とかも考える方も多くなってますけれども、できるだけですね将来的なことを考えつつ、計画的にというのが、皆さん、ですね今後、キャリアプランもそうですし、お金や投資に関しても非常に大切になってくるかと思います。 そして、お金の不安を解消する近道の4つ目。今回、1から3番お話しした、そのためにも、無駄の少ない家計にする。何か無駄かっていうのはもちろん人それぞれですけれども、無駄と思っているものはぜひやめていくこと、この意思の強さっていうのも大切だと思います。実際に資産形成をするにせよ、原資、まあ、余裕資金がですね、ないと、始めることもできないっていうのが正直なところです。 なので、まずはできるだけスリムなですね、家計、一応自分の中で無駄と分かっているものはできるだけ減らしていく、もしくはできるだけですね、減らしていただきたい存在評価が皆さん、固定費ですね、家賃であったりとか通信費であったりとか、なかなかですね、返答費、いわゆる食費であったりとか、ああ娯楽、無駄と分かっててもそういったものっていうのは減らすっていうのは、人間生活水準を下げるっていうのは本当に難しいです。 なので、できれば固定費ですね、えー、通信代であったりとか、えー、最近はですね、まあ、携帯も、あのー、高いものから非常に安く使えるものも出てきていると思います。まあ、こういったものをうまく生かしてですね、毎月数千円でもいいですし、まあ、できれば、えー、万円単位で、えー、まず無駄を減らしていく。で、少しでも貯蓄ができる、家計にできるかというのが、本当に重要になってきます。 なので、まあ、何が無駄かというのは本当に人次第ではあるんですけれども、まずですね、どんな人でも資産形成でうまくいっている人というのは、まずはお金を貯めれる家計にしている、もしくは何かしらで原資を作っている方というのが、えー、ほとんどですし、まあ、大前提にもなりますので、まあ、そのためにも無駄の少ないスリムな家計というのをぜひ目指していただきたいと思います。ここまでお話しした1番から4番をまとめると、次のようなこちらの図のサイクル。 これをぜひ覚えていただきたいと思います。1番から4番まで、まずは貯金を作るような、えー、家計を作る。そして収入を増やしつつ、3番で支出や保証を適切に収める。人によってはですね、えー、保証、保険であったりとか、まあ、好きな人、嫌いな人いらっしゃるかもしれないですけれども、ここもですね、必要なものはしっかり入っていく。ただ、多くの場合は、えー、公的、いわゆる国の保険とかで賄える場合も多いので、こちらを調べてから、えー、保証というのは、えー、追加で必要なのか、追加で必要なのは、 民間の保険を検討すするこういういいいい流れでいいかと思いますそして4番目、資産運用で資産を増やしていくと。資産形成、実際にニーサ a いでこ e を使う方、実際に毎月、まずは投資を始めてみる方、いろんな方がいらっしゃると思います。ただ4番の後も必ずまた1番に戻っていって、このサイクルを繰り返すことで、貯蓄できる、家計はより毎月貯蓄できる金額が増えていく。また収入も増えていく。支出は減らせる。また運用で資産を増やせる額も増えていくと。 いいサイクルを生むことによって、皆さんが実際に作れる資産形成の額というのもどんどん増えていくはずですので、ぜひこれを見て実践していただけたらと思います。最後までご視聴いただいてありがとうございます。もしこの動画少しでもお役に立ってたということであれば、ぜひチャンネル登録といいねボタンを押していただけると嬉しいです。それではまた別動画でもぜひお会いしましょう。また引き続きよろしくお願いします。